カッティングでよ。何個掘り込んだの最初に？2個ですよ。いや2個じゃあかん。だってもともと4つですもんね。もともと4つやから。もう雨降ってます。そして山口くんが、車酔いでガチで吐いてます。ガチで吐いてるやん。いや吐いてない。ちょっと唾出したね。でも吐いた方が気持ちいいですけどね。いや指入れてすっきりすっきりするけど本当はうわーって言ってたやん。言ってましたね。ちょっとこの辺のをちょっと出したなくて、まだここのは出てないんです。なるほどね。何の話かね。ガチやん。ガチで寄ってるやん。寄ってますね。あ、そう。はい。じゃあ、シート倒しときあ、ちょっと、うん。そしてこれ、まあまあ降ってんな。いや、ほんまに思ったより降ってるんですよ。ビビりますよ。朝なったら止んでるやろ。だって、晴れ男なんでしょ。晴れ男です。誰が言うたん、晴れ男。はい。いや、僕。晴れ男の力見してもらわないな。そうまあ、別に今は何も降ってても、ね、関係ないからな。うん。あ、この道や、この道。行き過ぎてんねんな。あ、これや。オッケーオッケーオッケー。ゲートが途中で出てくんの。おい。もう出てきてるの。ここから歩きってことだよ、ゲートって。あ、そうなんや。そうなん？いや、ごめんなさい。そこまで調べてなかった。いや、全然いいよ。もっと上にあると思ってた、ゲートが。出た。はい。はいって。返事してるってことは寝てへんってことやん。寝る前に最後一個だけちょっと聞きたいことがあるの。はい、LINE のさ、はい、あの鳥なに可愛くないですか。可愛い、めっちゃ可愛いよ。南米旅行中に出会った鳥なに。南米旅行で写したんやな。はい、そう。めっちゃ可愛いな、この鳥。めっちゃ可愛いですよね。僕めっちゃ好きなんですよ。これ何わかんない。あ、知らんの。いつか来たらなと思ってて。いや、その前はその鶏で、うん、それがもう嫌って言われて。ちょっと待って、誰が嫌って言うの。いや、まあ元カノですよ。いや、電話したらそれが出てくるじゃないですか。で、その鶏を見るのが嫌やって言われて書いたんで。天気予報当たるやんけ。ねえ、なあ、いつも外れるくせにな。朝から飯派？いや、普段パンですよ。上で？はい。今日は人来おへんな。うん。エンジン止めたらめっちゃ暑かったな。え、何ですか？止まった。何ですか？覚えてない？覚えてない。起きたのは覚えてますよ。いや、ほんで、もう最初、寝袋をかぶってたやん、それ。僕、うん、はいはい。寝てました。んで、もう途中で俺ももう脱いで。なんか短パンになってたのを見ました。脱いで、はい、で、寒なったんや、はい。で、エンジン止めて、はい、エンジン止めたら、これつくねえの、うん。電気が。あ、はいはいはい。んで、山口くんも、うーんってなって、うん、で、あ、ごめんごめん、ちょっと寒いから、切るなー言うて、わ、はい、かりました、つって。で、切って寝たんよ、はい。で、そっから何分経ったかわからへんけど、はい、多分すぐやわ。あ、そうなんですか。俺も暑いなと思ったら、うん、パッて見たら、ね、もう、山口くんももうそれ全部、もうどけて、すげえ暑そうやってんやん。で、いや、エンジン止めてやっぱ暑いなって言ったら、うん、もうそうっすね、暑いっすね。言ってた。全然そういうの無理なんですよ。褒められないんですよね。多分寝言だな。でも、ほんまに暑かったよな。多分そうだね。めっちゃ暑そうやったもん。ほんで、そこで、やっぱ、エンジンかけようか、っつったら、はいはい、そうしましょうっていう。ああ、言ってたんですね、うん。そんな会話してたんですね。うんうんうん。まあ、全然起きてると思ってたんけど、本人は覚えてないんか。覚えてないねや。単に覚えてないだけなんですかね。寝言とかじゃなくて、覚えて。寝言ではないと思う。寝言ではない。単に、いや、全く覚えてないんですよね。でも、今日もあんまりいびきかいてなかったんですよ、多分。あ、ほんまに？はい。ええ時に当たってるだけやと思うで。なるほど。知らないですよ。入ってこないんですか？入ってこない。シールライン。シールライン知ってます。はいはい。自分に合ったスタイルが見つけなあかんということをね、まあ言うたら。山からしとか。あ、そう。あまり。これマムシですわ、ほんまに。
コンビニしてこない。なんかね、あの、だいたいさ、マムシとか飛んでくるからさ。うん。おお、やっぱ飛んでくるな。噛まれたら危ないからな、ほんまに。知ってる？マムシでーす。取れました。オッケー。取れた？はい、取れました。なんて？続いてる？ちょっと濁ってる感じ？7時22分入計。入計。はい。スタート。スタートです。行きまーす。左の谷に行ける前にちょっと、はいはい、うん、了解了解。落ちちゃうの。いけるいける。オッケー。こっから上りやな、ずっと、はい、あ、これを板って言ってたんです。あ、そういうことね。俺下めっちゃ探してたわ。今の俺をバカにしたバチが当たったな。
行ってみる。なんだこの谷やったら、うん、確かに開けてるよな今ここ、うん、もう一個 この谷がここあったら確実やな。あ、谷あるね。ありますね。うん、こいつを行く、はい、上がる、はい、オッケー。歩きやすいでしょ。そやね、こんな感じですね。オッケーです。よし、そんな行きましょうか。オッケー、行ってみましょうか。うん、左で。はい、はい、おお。これちょっとグッチいっぱい食べてみてや。いや、見てください。もうインスピレーションで答えてな。グッチこれって何だっけ。ちょっと勘弁してください。キリンだけ。キリンだけ、はい、はい、いただきました。ありがとうございます。色が黄色やから。黄色やから。キリンだけ。キリンだけ。もうバレバレだ。まあ、ええよ。直投でけへんわこんな。お、骨もボサボサですわこれ、ね、うん。西に向かってます。キノコいっぱいある、ね、これ何、これ猿の腰掛けじゃないの。 あ、ちゃうか。あれ何だっけ。わかんない。いや、わかんないの。わかってんね。わかってんね。グッチあれ何だっけ。やめて、マシュマロだけ。あ、なるほどね。鈴鹿山脈といえばさ、はい、昼のオンパレードなはずやねんけど。あ、そうなんですか。お、昼全然見えひんな、はい、それ何だっけ。なんだこれは。なめくじだけやろ。なめくじだけ、なるほど。お、確かに言われたその通りや。これ何だっけ。ソリだけやな。え、ソリだけ。ソリだけ、ソってるわすからね。おう。早い、その、すごいですね、やっぱ。川に遡上してくる鮭を手掴みしてたんですよ、はいはい、最高でしたね、イクラとかも取り放題やった。あー、うまかった。めっちゃうまかったです。俺イクラ嫌いで。マジですか。うん、これもう近いんちゃう。近い。出た。オッケー。爪刈り谷。爪刈り谷出ました。今からこれを下る、下って帰ります。さあ、行かれた。あ、しゃあないよ。ごめんごめん、ありがとう。あっすね。自分が好きなやつをつけれるようになってます。あ、そうそう、全部食べるから。そう、青大将いました。はい、2匹目ゲット。マムシよりでっ。おお、これ何。うわ、初オス。あれあかん、これあかん。あ、痛い痛い痛い、叫びだ。
ったりだ、たったりだ。あかん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 。スズメバチ、スズメバチ。刺された。やば、スズメバチの巣あった。初めて刺された。よしよしよし、わかったわかった。ポイントリムーバーあんの？はい、壊れてるんですけど。壊れてる？どこ刺されたの？まだおる、まだおる。まだおる。もうちょっと行こうか。もうちょっと、うん、下ろうか。でもこれ壊れてるからな、意味ないな。俺あんで。あります？出す？出すか？オッケーオッケー。すげえこのセットかっこいい。あ、ちょっとありますね、これも。こんな、はい、行くわ。もう分からへんな。ここもここもやねんけど、ほんまかいやって話ですね。2匹は止まってたみたいなんですけど。藤本さん大丈夫でした？俺大丈夫やった。まあ、ちゃちゃと降りよう。うん、いい感じや。いい感じやな。ちょっと待ってな。これ消毒液やったかな。じゃあこれ虫除けや。ちょっと水で流そう。綺麗な水で。これが多分まだ一番綺麗と思うねや。うん、見ます。時間がな、まあ、ちょっと待って、今12時、はい、だから12時20分ぐらいに刺されてる。そうですね。お医さん行った時に大体ね、それぐらいは。OK、うん、貼る？あ、もう大丈夫です。大丈夫？はい。今回の小川山の時、壊れたら気づいたんですよね。あかんわ、こういうとこやな。壊れたやつ持ってても意味ないもんな。いや、ほんまに使う時はあんまないやろうと思って、ほんまに使う時はテーピングをしたらちょっと穴が防げるかなと。いや無理やで、空気は。うん、あ、ちゃんと吸えてんな。オッケー、よかった。よかったです。でもほんまにこれあるのとないの全然違うと思うんで。うん、次刺されたら死ぬで、アナフィラキシーショックで。いや分かってるけど。まあそのリスクはありますよ、ね。アレルギーかどうか。あ、ハチアレルギーな可能性あるような虫アレルギーやもんな。そやで、自分あんだけバンバンに誰も貼れへんような虫でも貼れんのやから怖いわ。まあだからハチで貼れるってわけではないやろうけどな。ちょっと帰ります。ん？ハチとかエロ。そやな、これからジム行けると思って楽しみにしてるのに。でも今日はやめとった方がいいな。どうなって体験したんだね。いろいろお医者さんから教わって、はいはい、そやね、勉強してます。やられたな、青大将をおとりにして使ってたわけやな。ちょっと待って、誰がおとりにしてたの？あの、スズメバチか、あの蜂です。蜂に気を紛らしといて、あの時のテンションの上がり下がりがすごかった。青大将でそこまでテンション上がるか。よしよし、まあでも一応まあ毒を出したと。気持ち的な問題やんこれって、今現時点では。うん、で綺麗な水でも洗ったし、うん、大丈夫ですよ。飛ぶやつやな。マジか、怖いな。こういうの嫌いやん。こういうの嫌いなん？怖がりなんで。行くしかないやつですね。行くしかないよな、でもこれ絶対。懸垂加工か。まあ行きますよね、ここ。こんなん懸垂したらあかんやろ。これ取ってるからさ、さっき多分行った方が絵に。行くしかないか。いや、行ける行ける。深いですよね。うん。絶対。絶対深い。絶対。俺さっき行こうか。
行くわ。うわあ最高やん。ああ、こういうのがないとね。なるほど。ああ、めっちゃ足ついた。最高やな。楽やなこれ、はい。片手やからかかれへん。流れ早いっすもんね。これ早いな。バンバン。行くしかないよね、でも。いやいやいや。無理。行きます。怖くないですか。怖い。安全。え？安全に。うん。安全にどうやって行く？向こうから？向こうから。あそこ怖いですね。うん。なんか行けそうな気もすんねんけどな。無理だな。無理？行けるかな。ちょっと見せてよ。まあ、多分行きますよね。ロープ一応出します。うわっ、あっぶね。ここバーンって息かけた今。ロープ反射して懸垂が。ああ、それありやな。そっちの方がええな。そうしよう。勇気ある人は飛ぶんでしょうね。いや、これはでも俺も怖いわ、さすがに。
うわ、これ流されるわ。強いんで、ほんでまたあっちの方行って、そうだね、こっちですよね、やっぱ。うん、もう一匹おったな。大丈夫や、マジか。最悪ですね、精神的ダメージ。もう最低やな、ほんまに。おるなぁ。一回も刺されたことないんですよ、スズメバチ。はい、いや、蜂に。あ、マジで、はい、めっちゃおるやん、あそこ。はい、え、あ、そうやね、うん。ジャンプか、それ、もしかして。行け。おい、サンキュー。ジャック、重っ。濡れてるやろな。ここにも実はさ、このカバン。え、何それ、すげえ。内蔵やね。秘密やん、秘密やん、秘密の。そう。あ、でも、ちょい濡れで踏んでる。めっちゃすげえ。どう使ったらいいか分からんけど。俺、ダウン入れてる、こんな感じ。うんうん。行動食の量もちょうどよかった。うん、ちょうどよかった。もうこれで終わり。山内くん、今晴れた。最高やね。うん？あ、ここか。ほんまや。到着やん。次が怖いな。はい、いや、今はまだマシですよ。はい、どれぐらい入れてくるって怖いですね。ただもう次刺されて死ぬから。いやー、どうでしょう。アナフィラキシーショックで。いや、全員がなるか分からないんですよね。はい、次刺されて死ぬからな。かもしれないですね。うん、ありがとう。はい、いや、こちらこそありがとうございました。お世話になりました。楽しかった。よかったです。15時20分、多分昼にやられました。
ヒルジンを注入してるからな。あ、気持ちいいな。最高やね。はい。で、下山報告書いた。はい。近江温泉病院で探してくれ。多分な。今近江温泉病院。おむね合ってますね。おむね合ってる。あ、ほなそこにしよう。え、もう寄ってきた。あの、寝とき。いや、ちょっと電話してきます。お。さっきさ、ナビでさ、近江温泉病院打ってくれへん。名称で。ちょっと、やっぱごめんなさい。オッケーオッケー、わかった。見なくて。いやいや。ね、なんだ、とりあえず目つぶって、寝とって。あのキノコの。ほら今日だって今日も思い出のキノコやん、はい、やろう、ね、キリンだけど、ま、マシュマロだけ、マシュマロだけど、うん、はい、で、あと2つはソリナキとナメクジだけそうそう、その、それ多分なかなか忘れへんでしょ、はい、うん、車酔いとアナフィラキシーショックでやられとんねんもうほんま、あの、あれショックやった。でもほんまに人工呼吸と心配お願いしますね、もちろんだったら、ま、もちろんもちろん舌入れながらやったるわ。はい、やめてください。僕はいいですけど、うん、生きるかしらなんで。そうやんな、はい、ほんま、あれやな、山降りたらカスやないや、そうですよね。もう車乗って5分も経ってないで酔い出したの。いや、僕もびっくりしました。1分ぐらいやっただろ、はい、びっくりしましたよね。ほんで天王寺からさ、はい、歩いて天王寺から一番近いところの町分かれへんやん天王寺分かれば十分じゃないですか。いや、開門とか心斎橋でしょ。雨村とかさ、行ったことあんの。いや、前行った、行きました。あれ、前ですよね。あれ前行ったって何やねん。あの、総会の時雨村通っただけや、あれは。あれぐらいですね。あれぐらい、うん、普段行かん、行かないんです。学生の時も行かんかった。行かんかったですね。だから分からんの、うん、でアナフィラキシーショックになるし、うん、山降りたらカスやな、ほんまに山降りたらカスやな、ほんまに。何回言うんですか。もう次それですから。アナフィラキシーショックの次はそれです。スズメバチとかに刺されんだよ、ほんまにね。しかも2回も。でも言ってたもんね、懸垂加工する前にさ、これ加工中に座ったらどうしようかな言うて言ってましたね、確かに言ってましたね言ってて降りたらそのまんまやってんって面白すぎる冗談です、ね、なあ、加工中に刺されてクライムがあってたらやっぱほんまに登ってる最中に刺される人がいますよな。あの、何もできへんもんな。まあ今日はな、大丈夫やな、はい、次刺されたら死ぬだけでな。そうですね、うん、もう刺されたらあかんわもう刺されないですよ。なんでやん。でも人が人生で支えるうちの大体ね。スズメバチなあ、怖いなあ。嫌、ね、やなあ。これ能動ちゃうんかい。能動です、完全に。なあ。目的地周辺の行き方なの。ってないの。8時までやってる。小さいから。うん。登録されました。あ、大丈夫大丈夫。昼に多分。あ、はい。うん。大丈夫です。川の中、川、はい、川入ってて今から薬塗るみたいです。海風を起こしてる。これもあの、思い出やろ。そうですね。まあそう、思い出と笑っていられるレベルやから。人の思い出ですからね。うんうん。ただ次刺された時はもう思い出にはならへんからね死ぬから死ぬ。うわ、まだまだ全然やわこれ。まだ全然固まってない、うん、全然固まってない。今うわーって言うたんは吹いた。いやいや、吹いたのは、いや、まだこんなに血が出てるんや。吹いたも見たんですよね数時間経ってんのにな。うわ、すげえな。最後に今日はもう盛りだくさんやな。盛りだくさんですね。
今すげえ、うわすげえなあれ、そら渋滞になるわこれ。なりますね、うん、しかも車の中から見れてるっていう贅沢感ですね。これすげえ贅沢やな贅沢ですよね。おわー、すげえ、おー、すげえな。渋滞が発生しています。知ってるってこんな花火の見方がないもんな想像つかんうわすげえあれすげえな今の。これ見てちゃんとめっちゃ映ってんの。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。来た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 。あ僕やった。爆発すんだよあれも。うわあすげえ。フェンス邪魔やわよこの。何のためにやんねんこのフェンス。めっちゃ人おる。で多分出店とかも出てんねや。もうめっちゃおる。もう絶対嫌やろこんなん。贅沢やったな最後の最後になあ締めくくったなこれ締めくくりましたね